ヨルズとは北欧神話に登場する女神である。ギルビタブラカシではアース神族の一人に数えられている。ヨルズは一般に大地の化身と考えられている。口述するようにフロージュン及びフィオルギュンと同一視される。ギルビタブラカシによるとヨルズはオーディンの妻の一人でトールの母であるという。またオーディンが万物の父であるがゆえにヨルズは オーディンの妻であると同時に、娘である、ともされている。また、ギュルビタブラカシア、死後法では、ヨルズは、アンナルトの夫の娘であり、アウズとダグのイフ兄弟とされている。巫女の予言にその名前が登場する、フロージュンとフィオルギュンもまた、オーディンの子であるトールの母とされているため、ヨルズに、同一視される。また、死後法では、大地の言い換えとして、ヨルズと並び、フロージュン、 フィオルギュンが挙げられている。死後法では、ヨルズを表すケニングとして、トールの母、渋の義母、オーナルの娘、ノウットの娘、アウズの姉妹、ダグの姉妹、オーディンの花嫁、フリックのライバル、リンドのライバル、グンドズのライバル、ユミルの肉、風の館の床、またはそこ、獣たちの海が挙げられている。またトールのケニングとして、ヨルズの子というものも挙げられている。ヨルズという言葉は、 このルド語で第一を指す一般名詞であった。またこの語は現在の北欧諸語における同義語の祖語となっており、また英語のアースの同婚語ともなっている。フィオルギュンという言葉はゴート語のフェアガニーや古英語のファージェン、そしてバルトスラブ族の雷神、パーキューノスと同婚語であると考えられている。これはゲルマン神話においては新世代の雷神サンラスの祖父。 あるいは雷の決心として、しばしば登場する、現インドヨーロッパ人の雷人を指す言葉である、インドヨーロッパ祖語のパークを説明できるかもしれない。リヒャルト・アーグナーの楽劇、ニーベルングの指輪には、ヨルズに相当する大地の女神、エルダが登場する。ボータンに警告を与える知恵深き女神で、ブリュンヒルデの母となる。ありがとうございます。